こんにちは。まあね、東日本大震災の3.11のことでまた言いたいことがあるんだけど、なんでね、献血に行った方がいいのかっていうのをもう一度話したいと思う。まあね、募金に比べて血液って無料できるから安いんじゃないのかっていう話があるんだけど、献血ってほとんどの人が行かないんだよね。だから血液の値段ってすごい高騰してて、まあ、日本、アメリカでいう 500ml の血液って3万円もするんだよね。3万円。3万円するから、本当に献血には行った方がいいと思う。献血行くとね、まあ、何がもらえるかっていう、まあ、献血カードってやつがもらえる。そこにね、献血した回数とね、そう、何ミリリットル抜いたかっていうのがね、記録されるんだよね。だいたい国民の一人当たり、ちゃんと一人がちゃんと行けば人生に一回、もう、血液不足になることはないと思うんだよね。本当に。18歳以上の子はね、みんな、17歳かね、今、引き下げられて。いや、だいぶのね、人の命が、ね、救われると思うんだよね。血液不足もなくなるだろうし。そう。血液の値段高騰してるっていうのはね、まあ、日本人がほとんどね、まあ、血液、献血に対してね、もう他人事だ、みたいな風に考えてるけど、自分がもし交通事故になって血液が足りなくなったら、自分は一回も献血できないように血をくださいって言うわけじゃん。そういうのってやっぱ、日本人らしさがないよね、と思うんだよね。なんか助け合いの精神がないから、普段からちゃんと献血には行っといた方がいいと思う。献血はよくね、偽善みたいな風に捉えられるけど、全然違うって、あれは自己犠牲だからね、自分の腸を抜いて誰かにあげるって感じだから。血液はただじゃないからね、本気で言って。献血1回行ったら3万円分の価値を誰かにもう無償で与えてあげてるみたいな感じだから、もう本当に、すごいね。重たいことをやってるんだよ、一回一回の行為が。もう本当にね、もう3万円。一人がね、まあ3万円募金してるみたいな感じで捉えていただけると、まあ自分は3万円募金したんだってね。まあそういうふうに捉えていただけるといいかなと思う。まあ3万円募金するのってやっぱ大変なわけじゃん。まあ高校生とかでバイトやったら、だいたい5万円ぐらいもらえるとすると3万円なんてもう入れてしまった募金で、2万円しか残らなくて、携帯代払って、もういろいろお小遣いとか消えちゃうわけじゃん。で、消えちゃって、それはちょっときついなって思う人は、まあ、自分の体で払うみたいなね。ことができるのは献血だし、血液って高いからね。さっきも言ったけど。すごいね。ボランティアとしてはいいと思うけど、なかなか献血って血抜かれるのは怖いから、みんな行かないんだけど、対して、痛くもないし、血を抜かれるだけだから、まあ、気持ちがいいみたいな感じだよ。寝とったら終わっちゃうみたいな感じだよね。まあそんなところかな。まあ俺のことはいくら批判してもらってもいいんだけれども、俺は正直言って、あれだよ、ヒカキンをディスった覚えもないし、人をね、傷つけるようなことは動画では言ってないつもりなんだよね。不謹慎なことも言ってないし、人の死をね、軽く見たこともないから、本当に人の死っていうのはすごい重たくて、なんで人の死をネタにしちゃいけないかっていうね、結論なんてすごいあるんだよ。人間って一度死んだらもう戻ってこないんだよ、あの世がないから。だからこそ重たい。そう、もう二度と戻ってこない人をネタにするっていうのはどうかと思う。遺族がすごい悲しんでるのに、それを人の死をネタにして、もう二度と戻ってこないんだよ。もう二度と会えない人をネタにすることも良くないと思って。そんな感じだよ。